ブリーチブリーチの登場人物、井上織姫井上織姫は、窪った糸作の漫画作品を呼び、それを原作とした、アニメ、ブリーチに登場する格優の人物で、同作のヒロインである。アニメの声優は、松岡由紀ミュージカルでの俳優は、吉井玲実写映画版の俳優は、マノエリナ。黒崎一号のクラスメート。くるみ色のロングヘアが特徴であり。 いつも6枚の花びらを持つ花の形のヘアピンをつけている。一人称は、あたし。このピンを触媒とした縦ロ六花という講師、治療、復元の霊能力の使い手。美少女で、クラスメイトの本城千鶴からセクハラされたり、しばしばナンパされることも多い。きっかいな発想を繰り出す天然ボケだが、学年でもトップクラスの成績優秀者で、 中学の頃から勉強はできていたと語られている。運動神経も良いらしく有沢さたつきの指導により、空手初段程度の実力を持つ。かなり石頭。自宅のぬいぐるみに、円楽と名付けたり、ドレミの歌のお笑い芸人バージョンを自作するなど、かなりのお笑い好き。好きな食べ物は、チーズ、バター、甘いもの。理解しづらい、味覚思考を持ち。 たびたび神妙な料理を作っている。乱菊とは味覚に対する思考が合う。機械音痴のため携帯電話は持っていなかったが、死神大交渉失編時点では所持している。石田ウリウとは同じ手芸部員であり、上級部員でもある。石田が死神を敵視していることに関して、当時は憂いていた。三年前に唯一の親族である年の離れた兄の空を、 交通事故で失って以降、一人暮らしをしている。人として、親として失格だった両親とは、3歳の頃に、離別済み。消息不明のため、親戚が援助をしている。今でこその天気で明るい性格だが、中学時代たつきに助けられるまでは、髪の色を理由に因縁をつけられ、いじめを受けたこともあり、塞ぎ込んでいた。一守に好意を抱いており、 破面編の頃にはたとえ転生しても好きになるほどの思いがある。一守が非常にかっこよく見える、織姫ビジョンのある感覚も持ち合わせている。最終話では一守と結婚し、息子、一友を設けている。命の危機を顧みずに敵を救出したり、ハッチからは戦いには向いていないと言われながらも、自分も戦いたいという気持ちがある。自分たちに害を持つ者、 実際に自分たちを害した者にまで救いの手を差し伸べたり、捨て石にされた敵を助けられなかったことを悔やんだりと、戦闘において敵に対して非常に甘く、それが迷いとなって出てしまうことから、石田や恋次からも戦闘に向いていないと評されている。連載版と違って、兄はおらず、両親は死亡している。ある日、神社の階段から落ちて死亡する。 死神大公を7日間だけすることになった一守に、鎖を切られ、あの世へ行こうとしていた時に3年前に死んだ父親の霊が現れる。しかし、すでに許可していたため襲いかかってきたところを一守に、助けられる。一守とは一度話しただけだったが、行為は持っており、父親の仏壇で何時も話している。一守に助けられた後は、 ルキアの失態のためあの世に行くことができず、現世に泊まって一守に再会しようとした。巨となった兄に襲われた時に、死神化した一守と、コンパク状態で接触して助けられてから、自分自身の能力が少しずつ目覚め、石田の負けに引き寄せられた、ナムシャンデリアから自身を助けようとして傷ついた、竜隆氏を守ろうとする医師から、初めて縦春六花を発動させナムシャンデリアを倒す。 その後、浦原木助により、チャドと共に、死神や巨について知らされ、一守を守りたいという思いから、チャドと共に、夜一の修行を受け、縦春六花を自在に扱えるようになる。一守、茶渡し、石田、夜市と共に、ルキアを助けるため、そして一守を守るために屍を守るために屍魂界へ乗り込み、トロレーテへ侵入した時は、他メンバーと分散してしまい。 黒土真由里と交戦するまで石田と行動を共にする。一貫坂次郎坊との戦闘で、次郎坊により唯一の攻撃手段の椿機を損傷され、自分の無力さを痛感する。黒土真由里との本格戦闘を前に石田と別れた、あとは、サラボッケン8、草加やチルラ11番隊と行動を共にし、捕らえられていた石田や、チャドや、岩橋を救出し、 創農家で一守るの戦いを見守る。事件終了後は、藍染めによって、重傷を負った一守るを治療し、現世に帰還する。破面が最初に現世に襲来した際、立ち向かおうとするが到底かなわず、獣人、ヤミーの攻撃を受け、チャドと共に深手を追う。その際に発動させた、タテシュ春六家の霊能力の得意性のため、愛前創介に目をつけられることになる。 シカバネマシー会からの連絡後、藍染めに彼女が利用されることを危惧した裏原から、椿木を失ったことを理由に、戦力外通知を受け、ルキアに励まされたことを機に二人でシカバネマシー会で修行に入るが、最中に藍染めの命を受け襲来した派面たちと戦闘中の仲間の命を盾に取られ、頬姫として、ウルキオラに連行され、巨剣に下る。しかも虚剣では、 藍染めメより自分の能力について教えられ、自分の能力で宝玉が存在しなかった状態に返そうと決意する。以降は、藍染めメやグリムジョの命令で、グリムジョの左腕と番号を直し、ウルキオラの部屋に監禁される。ロリとメノリにいじめられていたが、自分の救出に来た一守るとの再々戦を望む、グリムジョに左腕を織姫に直してもらったからという理由で助けられ、 軟禁されていた部屋から連れ出され、事実上解放される。その後、グリム城の命令で、拒絶能力により一守るを、救命、一守るとグリム城の対戦を練ると共に見守る。直後に一守るを襲撃した、ノイトラと一守るたちの救援に来たン八との、死と後は、織姫の拉致が一守通るを拠点に呼びき寄せる、役割を果たしたとして、藍染めからは、用済みとされながらも、 解放も処分もされることなく、第一陣のスタークに、キョヨミヤに連れ戻され、藍染めに、キョヨミヤの守護を任されたウルキオラの保護、監視下に再び置かれることとなったが、自身を助けるため、ウルキオラと完全に決着をつけたイチマモ守が駆けつける。しかし、イチマモ守とウルキオラが戦闘中にロリアイバーンと、メノリマリアに襲撃されるが、ヤミーリアルゴがロリたちを吹き飛ばし、事なきを得た。 その後、完全許可したイチマモ守がウルキオラを倒したことで、救出、解放され、イチマモルたちを治療した。その後は現世に帰還し、イチマモルが最後の月が天月を使った代償で死神の力を失う様子を見届けた。市守ともども高校3年生となり平和に暮らしていたが、彼にザキュションの銀条が接触して、還元術の修行をすることとなった際に、 月島トールに襲われる。その後、銀城の依頼でしばらくは一守の修行の回復役として付き合っていたが、還元術を覚えた彼が月島との戦いになった際、月島が彼女を襲った時に使った還元術が原因で、一守るの敵となって襲いかかる。その後、一守るがルキアたちにより死神の力を完全に取り戻した時に、キスケたちの手により気絶させられ、 戦線離脱した。最後は、還元術が解け元に戻ったが、月島のことは一切覚えていなかった。高校3年生となって、ケーキやアブクキスからスカウトされてアルバイトを始める。スカウト理由は、彼女がその店のケーキを道端であまりにも幸せそうに頬張っていたのを見た。通行人多数が彼女の持っていた紙袋を見て、 店に押しかけた出来事があり、店長が彼女による絶大な宣伝効果を認めたためである。また、その店の売れ残りのパンをもらっては、あちこちに配って回っている。この戦いから、髪型が若干変わっており、新技である四天候盾を習得している。見えざる帝国の間の手から現世に逃げてきたネルの頼みで、一守るたちと共に拠点へ向かう。到着した。 巨剣で三重心と一守るが、巨剣狩猟部隊隊長キルゲをピーと交戦し、一瞬の隙をついて裏腹が、キルゲに致命傷を負わせるが、乱走天外で自分の体を動かすキルゲの攻撃を受けて負傷した、上に命の危機に陥る。しかし、何者かが、キルゲの体を両断したことで救われ、屍シ魂会に到着した一守るとの通信が、 つながった時には回復しており、市守るが見知った何者かと一緒にいた。その後は、裏原の指示で茶渡しと共に修行をする。そして、市守るが意図せずに開けてしまった、霊王宮の障壁の穴を通って、霊王宮へ向かおうとする夕波爆破たちに、市守るが追いつく直前に市守るの前に、立ちはだかった石田ウリュウが市守るに放った攻撃と、ほぼ同時に、茶。 渡りやすしとと共に、トロレー帝に到着し、石田の攻撃を三点結立てで防ぐ。その後、一守や茶渡しと共に、霊王宮へ向かうための準備が整うのを待っていた。修行後は、霊力を駆使して空中に浮遊できるようになった模様。その後、霊王宮へと向かい、一守と共に、夕葉幕派との決戦に臨む。そして、 一守を守りながら戦えることに喜びを感じ、前線するも一守ともども、夕ハバッハに破れてしまう。夕ハバッハが、トロレーテへと進行した後、ルキアと、恋ギに発見され意識を取り戻す。そして、最後の決戦へと向かう一守と、恋ギを、ルキアと共に見送った。十年後は一守と結婚し、息子の一優を生む。小説版では、 高校卒業後に、バイト先で社員への登用が決まり、働いていることが判明する。また、ルキアの結婚を祝うべく、ベールの刺繍作りに奮闘する。それぞれ花の名を冠した妖精のような存在を呼び出して盾を作り、自称を拒絶する稽有な霊能力。または、その術を構成するメンバーの総称。イチマモルの霊力の影響で、兄の形見であるヘアピンから生まれた。 魂の力が具現化した存在。ハッチによればヘアピンが残白刀のようなものである。茶渡しと同様ヘアピンを媒介とした寛現術とも解釈できる。六花本体は非常にもろく攻撃されるといともたやすく破壊されてしまうのが難点。特に椿木は攻撃を担当する性質上反撃を受け何度か損傷、破壊されている。 非常に稀有な能力であり、周囲もその能力を不思議に思っていたようで、ハッチからは人間のままで、そんな能力を持っているなんて少し信じがたいと称され、屍魂会もその能力の希少性を理解していたと藍染めの口から語られた。ハッチと同質の能力を持つため、彼女だけがハッチの作った結界を張った内部を生物の意識下から消し去る、軌道をたやすくすり抜けられた。 織姫の霊力の増減や精神や身体状態に影響を受けるものの、六花の各メンバーと織姫との間に五感や思考、意思の連動性や共有性はないようで、発動、使用時には言霊が、意思の疎通には口頭での会話が必要。破面編の途中からは技の使用だけに使っており、登場人物としては出てくることはなくなった。春桜を、 リーダー格とした6人からなる。各々の性格も10人10色。使用する術をなす6カメンバーの名と術名、そして拒絶するのかけ声で一家の術を使うことができる。修行により、医師以外はある程度省略できるようになっている。しかばね魂会で何の役にも立てなかったと苦悩して、一人強くなるために修行をする。自分の家に居候をすることになった。 改造コンパクの蔵人には、ファンシーなウサギっぽいぬいぐるみを勧めた。バウント、馬橋のドール、リズに操られたルキアに襲われ、椿北千や援護に来た、サ治兵,兵に、ルキアを倒すしかないと言われるも、助けたいという意志が、自身の力を強くし、ルキアに装填着立てを使用し、リズに操られる前の状態に戻し、ルキアを救った。その後、屍ネ会では、 バウントにより傷ついた、田んぼうと石田を治療した、千年決戦編でのミラローズの発言による、川下水木、波や桜など、ジャンプ作ヒロイン21人を描く、コミックナタリー、2016年2月20日閲覧、中学2年生の頃からの親友、小説、ザ・デス・セーブ・ザ・ストロベリー、ありがとうございます。